俳優の霧谷健太三十八が四日大阪市内で行われた映画祭大阪シネマフェスティバル2018で主演団優勝を獲得した大きなガッツポーズを見せながら表彰式に登場同映画祭で十一年にはおかんの嫁入りで助演団優勝を獲得していたが主演として地元大阪への凱旋となり会場には 家族や友人も駆けつけた。総合司会を務めた映画評論家、浜村敦史氏、83から11年になんとスピーチしたか覚えていると聞かれると、桐谷は覚えていません。浜村氏から次は必ずビッグになってやると挨拶していたと伝えられると、桐谷は当時はしょっちゅう言っていたのでと感慨深げに振り返った。 浜村氏は、桐谷の幅広い演技力を称賛。その上で、俳優業の他に歌手としても活躍してていることに触れ、なんでこの人は、真面目な顔して歌ってるんだろうと。NHK 紅白歌合戦も笑いっぱなしでしたよと、水を向けると、桐谷は、そこは、存分に笑ってくださいと返し、笑いを誘っていた。主演男優賞は、俳優の姿進む秋ら。 25にも送られた。